お待たせしました。こちらご注文のアールグレイの紅茶です。ありがとう、つくしちゃん。外は寒かったから、とっても温まりそうだわ。ミルクとお砂糖、こちらに置きますね。羽沢コーヒー店のアルバイトが、随分と板についてきたみたいね。本当ですか？ありがとうございます。勢いがすごいわ。お辞儀は静かにした方が良さそうね。すみません。あ、つくしちゃん、できれば向こうのテーブルのお皿も下げてくれると嬉しいな。はい、任せてください。それじゃあ千里先輩、ごゆっくり。とても頼もしいアルバイトね。元気いっぱいって感じですよね。ただうちは喫茶店なので、もう少し落ち着いてもいいのかななんて。さっきは魚屋のおばちゃんにスカウトされかけてましたからね。それはなかなか似合ってるかもしれないわね。魚屋のアルバイトはしませんよ。あ、そういえば魚屋のおばさんの相談どうするんですか？のど自慢大会の司会の話。おお、そうだね。何かあったのかしら？いえ、そのこんなことを千里さんに話すのもどうかと思いますけど、実は。なるほど。つまりお正月に開催される商店街のど自慢大会の司会者を探してるってことね。毎年やってくれてるクリーニング屋のお姉さんがいるんですけど、急にダメになっちゃったらしくって。そう、つくしちゃんはやらないの？元気もあってぴったりだと思うけれど。私ですか？私も思ったんですけど、私たちは当日裏方の仕事を任されていて。そう、それじゃあダメね。出場応募もたくさん来てるみたいですし、みんなきっとこの大会を楽しみにしてると思うんですけど。私にできることがあればお手伝いしたいけれど、こういう話は事務所を通さないといけなくて、本当にごめんなさいね。いえ、とんでもないです。急にこんな話してすみませんでした。誰か他に頼める人いないかな。つぐん、つくしちゃん、やっほー。限定デザート食べに来たよ。千里さんもいたんですね。ひまりちゃん、こんにちは。こんにちは。3人で何の話してたんですか？まさか羽沢コーヒー店の新作メニューについて。違うよ。お正月の喉自慢大会のことなんだけどね。そっか、確かに。お正月ののど自慢大会って毎年やってるやつだよね。なるほど、それの司会ね。なんていうか、司会って難しそうなイメージありますよね。話をまとめたりするのが上手い人じゃないとできないっていうか。そういう部分ももちろん大事だけど、一番は場を盛り上げたり、みんなが楽しいと思える雰囲気作りができることが重要だと思うわ。そういえば魚屋のおばさんもそんなこと言ってましたね。明るく楽しそうにやってくれて、見ていて元気が出る人がいいって。あと、とにかくよく笑ってくれる人って言ってたけど。あ、私ちょっと思い当たったかも。私もちょうどひらめいたわ。ひまりちゃん、司会やってみたらどう？私ですか？うん、いつもアフターグローで楽しいことを提案してくれるよね。リーダーだから普段からまとめ役をやってますし。二人の言う通りね。周りの雰囲気を明るくしてくれるところが私も適任だと思ったの。それに何より、ひまりちゃんが笑ってるとなんだかこっちまで楽しくなってきちゃうから。
ねえ、ひまりちゃん、商店街を助けると思って、お願い。すぐにそこまで言われちゃうと、断れないよね。わかった。私、やる。上原ひまり、のど自慢大会の司会、やります。やったー。ひまりちゃんが司会なら、絶対盛り上がるよ。ありがとう。よーし、私、頑張っちゃうからね。ただ、佐藤さん、ちょっとお願いがあるんですけど。お願い？何かしら？私に司会の極意を教えてください。え？極意？ほら、たのばら TV でもたまに司会とかやってるじゃないですか。私もあんな風にかっこよくやりたいです。あれは一応台本もあるから教えられることは特にない気がするけれど。そこをなんとか。可愛い後輩を助けると思って。はあ、乗りかかった船という感じね。わかったわ。やったー。佐藤さんが助けてくれるなら百人力ですよ。ふふん、これで成功間違いなし。なんか安心したらお腹減ってきちゃった。ケーキもいいけど今日はおしるこで。佐藤さんも食べます？私は大丈夫よ。よーし、司会頑張るぞ。えいえい、おお、本当に大丈夫かしら。それでは本日のたのばら TV アイドル研究生スペシャル、あやちゃんどうだった？あんなに辛いものを食べるとは思わなかった。口の中がまだギリギリしてるよ。我慢してる時のあやちゃんの顔、神社の狛犬みたいになってなかった？あやさんが狛犬みたいだったかは置いておいて、今日の司会が千里さんで本当に良かったです。私も思いました。あの人数は千里さんじゃなければ回せなかったと思います。ありがとうね、まやちゃん、ゆぶちゃん。はい、それでは本日のたのばら TV はここまで。次回もまたお楽しみに。やっぱりこの感じだよね。落ち着いていて知的な雰囲気。私が目指す司会はこれだな。ひまり、またそれ見てるの？休憩中もずっと見てなかった？たのばら TV だってほら、お正月のど自慢大会の司会に抜擢されたからには絶対に成功させたいし。けど本当にありがとね、ひまりちゃん。魚屋のおばちゃん、すっごく喜んでたよ。いやいや、魚屋のおばちゃんだけじゃないって。楽しみにしてたのど自慢大会ができるって商店街のお年寄りたちもみんな喜んでたぞ。来年1年の商店街の景気はひーちゃんの司会っぷりにかかってるよ。ちょっとプレッシャーがすごいって。っていうか、よかったらさ、モカも一緒にやろう。え、お願い。モカちゃんは絶対やりません。もう、じゃあラン。やるわけないじゃん、そういうの無理だから。そしたらトモエ、ほんと一緒のお願い。いや、私はちょっと予定が入ってるから。ひーちゃん、一生のお願い使うの何回目？もう10回くらい生まれ変わらないとダメなんだけど。だってさ、引き受けちゃったものの急
昨日くらいからプレッシャーがすごいんだって。この動画の千里さん見てたら、私にこんな風にできるのかなとか思っちゃって。確かにその動画の千里さんの仕切りはすごいよね。たくさんの人数をコントロールしてるっていうか。そういえばこの後白崎さんと会うんだろう。司会の極意を教えてもらうとか言ってたよな。そうなんだけど、あれじゃない、こういうのは形から入れっていうじゃん。さっきの千里さんの感じを真似してみたら。え、モノマネってこと？そうそう、ひーちゃんそういうの得意じゃん。はい、それでは本日のお正月のど自慢大会はここまで。次回もまたお楽しみに。おお、なかなか特徴を捉えてたね。さすがひーちゃん、いいんじゃないの？本当に？けどそういうことでもなくない？私もそう思う。意味ないって。あははは、ひーちゃんのモノマネはやっぱり面白いな。ちょっと、もうか？っていうか時間平気か？白崎さんとの待ち合わせ。あ、そっか、遅れちゃまずいもんね。私ちょっと急ぐね。あはは、ひーちゃん大変だね。で、私たちはこの後どうする？あ、私はちょっとこの後用事があってさ。ごめん、私も実は。へえ。なんかお二人さん、あたしたちに隠し事あったりしちゃう？え？そんなわけないから。もうか、変なこと言うなって。ふーん、それならいいけど。佐藤さん、もう来てたんですね。待たせちゃってすみません。気にしないで。いつもの習慣で時間より少し早めに来ただけだから。でね、昨日ひまりちゃんに言われて少し考えてみたの。私がどんなことを気にしながら司会をしているか簡単にまとめてきたわ。ありがとうございます。つまりこれが司会の極意ですよね。極意なんてそんな大したものじゃないわ。そこに書いてあることは本当にごく当たり前のことよ。出演者に事前の取材をしておく、いろいろな場合を想定してシミュレーションしておく、自分一人で頑張りすぎない。他にもある気がするけれど、大事なのはその3つだと思うわ。なるほど。つまりこれをやれば私も千里さんみたいな司会ができるってことですよね。わかりました、やってみます。ちなみにこの事前の取材ってどういう感じでやれば。ごめんね、練習してるところに急に押しかけちゃって。ううん、全然平気だよ。のど自慢大会の曲はもう完璧になったから、今は違う曲歌ってたしね。私はよく分かってないんですけど、取材ってどういうことですか？確かひーちゃんはのど自慢大会の司会になったんだよね。お姉ちゃんが言ってたよ。そうそう、その司会がうまくできるように出場者の人たちに事前取材をさせてもらった方がいいって千里さんに教えてもらって。なるほど、それで千里先輩もいらっしゃったんですね。ひまりちゃんにお願いされてしまって。
というわけなんで、早速取材させてもらっていい？じゃあ、マシロちゃん。はい。マシロちゃんはどうしてこののど自慢大会に出ようって思ったの？私は本当は嫌だって言ったんですけど、ロックちゃんがどうしてもって言うから。違います。私はマシロちゃんがのど自慢大会なんて面白そうだねって言ってたから応募した感じで。私はのど自慢大会をみんなで見れたら面白そうって言っただけで、出たいなんて言ってないけど。そうだったの？けどあの時の話の流れだと。ちょっと二人とも落ち着いて。別に誰が言ったとか言ってないとかそういうのはいいって。アコはこの三人に出られてすっごい楽しいよ。こうやってカラオケだって来られたし、三人で振り付けも練習できたし。へえ、本番は振り付けもあるんだ。どんな感じになるんだろう、楽しみ。ロックちゃんが振り付けを入れたいって言って結局やることになったんですけど。じゃなくて、マシロちゃんがかすみさんだったらこういう振り付けしそうって言ったから。私はだからストップ。いつもはもっと仲いいじゃんけど今のはとっても貴重な話だと思うわね、ひまりちゃん。え？だってこののど自慢大会に出ることでより仲良くなれたってことでしょ。司会としてはとても大事な情報になると思うわ。確かに。なるほど、そうやってまとめれば本番でもいい感じで話が触れる気がします。なんかちょっと分かってきたかも。3人ともありがとう。なんかだんだん司会のイメージが湧いてきたよ。本番も期待してるよ。頑張ってね。次はここです。ここはアリサちゃんのお家よね。はい、かすみとアリサがここで練習してるらしいんで取材のお願いしておきました。それじゃあ、あの二人ものど自慢大会に出るのね。そうなんです。今決まっている出場者はもらったリストに書いてあるんで、司会としてバッチリ把握してますよ。こういう取材って初めてだから、まずはマシロちゃんとかカスミとか知り合いからやっておきたいなって思って。そうね、慣れは大切だわ。では行きましょうか。ひまりちゃんと千里先輩がここにいるってなんかすっごい新鮮なんだけど。本当だよね。なんかポピパのアジトに潜入した感じ。アジトってその言い方。私もここには初めて来たけど、とってもいい場所ね。練習もはかどりそうだわ。よかったらパスパレも使ってくださいね。いいよね、アリサ。勝手に決めんなって。で、今日はなんだっけ。一応かすみから話は聞いたんだけど、よくわからなくて。ね、今日はのど自慢大会に出場する人に取材させてもらってるんだ。当日私が司会をすることになったからさ。へえ、ひまりちゃんが司会をやるんだ。うん。そしたら早速いい？二人はどうしてのど自慢大会に参加しようと思ったの？それはですね、商店街でチラシをもらってピンときちゃったからですね。ね、アリサ。いやいや、私は全然ピンときてないから。つうか、こういうの絶対出たくねえし。確かに、アリサちゃんはこういうの苦手なタイプだと思っていたから少し意外だったわ。違うんです。私が生徒会室で仕事してる間にかすみが勝手にどんどん話を進めちゃって。違います。私ちゃんと聞いたよ、一緒に歌おうって。そしたらアリサが、まあいいんじゃねえのって言ったじゃん。
私はカラオケとかかなって思ったんだよ。そしたらよりによってのど自慢大会って。ちゃんとチラシも見せました。こっちは生徒会の仕事中だぞ。そんなにしっかり見てねって。なんかいろいろあったっぽいけど。で、当日は何歌うの？この前カラオケで練習したやつにしようと思ってて。はあ、昨日はクラレンの時にみんなに聞かせたやつって言ってなかったか？え？言ったっけ？絶対言った。じゃあそれは撤回。この前のカラオケのやつにしよう。大会でのアリサとのデュエット楽しみにしててね。さすがポピパの二人、息ぴったりって感じだね。そうかしら。はあ、緊張するなあ。あら、昨日と同じように知り合いに話を聞くのよね。昨日でだいぶ慣れた気がしたけれど。それはそうなんですけど、今日は特別な人なんで。特別な人？待たせたね、子猫ちゃんたち。寂しい思いをさせて申し訳なかった。カオル？ああ、そういうことね。おや、ひまりちゃんがのど自慢大会の司会者になったと聞いてはいたが、まさか千里までいたとはね。私はひまりちゃんのお手伝いをしているだけよ。司会はやらないわ。当日は客席から見守らせてもらうつもりよ。それは残念だ。ステージに上がる君を見たいという人はたくさんいるはずさ。さあ、それでは取材を始めようか。ともえちゃんもここに座ったらどうだ。っていうか、え、ともえがなんでここにいるの？あ、いや、実は私ものど自慢大会に出ることになっちゃって。そうなの？そんなこと一言も言ってなかったじゃん。先輩に誘われてはいたんだけど、あの時はまだ断るつもりだったからさ。ともえちゃんとはホワイトデーの公演以来もう一度どこかで共演したいと考えていたんだ。瀬田先輩がどうしてもって言うから。それに商店街が盛り上がるかもって思ったら結局断れなくて。カオルったら無理やりともえちゃんを巻き込んで。本当に仕方ないわね。いや、これは多くの子猫ちゃんたちの声でもあるんだ。私と巴ちゃんとの再共演を望む熱烈なファンレターを今まで何十通ももらっているからね。ああ、そのうちの十通くらいは私が出したやつだ。年の初めから子猫ちゃんたちに笑顔を届けられるなんて、とっても儚いイベントになりそうだ。はい、間違いなく儚くなると思います。頑張ってください。ひまりちゃん、熱心に話を聞くのはとっても大事なことだけれど、メモは取らなくていいのかしら？すみません。そうだ、風の噂で聞いていたのだけれど、ミシェルも参加するみたいだね。はい、マリーと商店街代表で出るって言ってました。なんて可愛いライバルなんだ。今からステージがとても楽しみになったよ。私たちも負けてられませんね。出るからには最高のものを見せましょう。ああ、必ず儚い演目にしてみせよう。まさかカオルとトモエちゃんがコンビを組むなんて驚いたわ。さて、知り合いへの取材は確かこれで完了って言いたいところなんですけど、もう一件だけ、もう一件だけお願いします。どうしても来てほしいんです。ひまりちゃんもだいぶ慣れたと思ったのだけれど、そこをなんとか。
場所はちょっと事情がありまして。事情？どういうことかしら。よくわからないけれど。わかったわ、行きましょう。ありがとうございます。お邪魔します。まさかランちゃんのお家に来るとは思わなかったわ。のど自慢大会なんて絶対に出ないタイプだと思っていたから。それは当たってます。ランは出ないんですけど。ひまり、せっかく来てくれて悪いんだけど帰ってくれない？え？一応出場する人に取材させてもらってるんだけど。出るのをやめてくれるようにまだ説得してるところだから、父さんに。え？出場するのはランちゃんのお父さんなの？いえ、絶対にやめてもらいます。そんなの私が恥ずかしいし。なんでよ、別にいいじゃん。ランのお父さんが出るって言ったらみんな喜ぶよ。だから嫌なんだって。モカとか絶対ネタにしてくるし。ちょっとだけでも話させてもらえると嬉しいな。ひまりに協力したいのは山々だけど、こればっかりは本当無理だから、ごめん。はあ、ランのお父さんには話は聞けませんでしたけど、佐都さんのおかげでできる司会に近づけた気がします。それならよかったわ。なんだか自信が湧いてきました。これで他の出場者にも話を聞きに行けそうです。ありがとうございます。当日は楽しみにしているわ。これで私も千里さんみたいな司会になれますかね。別に私を目指さなくたっていい司会者はたくさんいるわよ。動画サイトでいろいろな司会者を見てみるのもいいかもしれないわね。ひまりちゃんなりの司会の形が見つかるかもしれないわ。なるほど、わかりました。今日帰ったらいろいろ見てみますね。本当にたくさんのアドバイスありがとうございました。いろんな動画を見た方がいいって言われたけど、どういうのがいいのかな？とりあえず名司会で検索してみて、これだ！もう本番だ！うまく進行できるかな？ライブとはまた違う緊張感っていうか、大事なところで噛んじゃったらどうしよう。うまく盛り上がらなかったら、心配だよ。ひまりちゃん、落ち着いて。こういう時はゆっくり深呼吸しながら両手を開いたり閉じたりを繰り返してみて。どう？少しはリラックスできたかしら？あ、本当だ。少し落ち着いた気がします。今日まで出場者みんなに話を聞きに行ってたくさん準備したじゃない。ひまりちゃんならきっと大丈夫よ。自信を持って。佐都さん、優しい。うん、そうですよね。大丈夫、私ならできる。それに千里さんに言われて、あの後すっごいたくさん動画見たんで、絶対うまくいくと思います。思いっきり盛り上げて商店街の歴史に残るのど自慢大会にしてみせます。観客席から応援しているわね。あのそれなんですけど、実は一つお願いがあって。お願い？
こんなことを千里さんにお願いしていいのかわからないんですけど。皆さん、明けましておめでとうございます。司会の上原ひまりです。今日は皆さんの素敵な歌を聴きに来ました。いよいよ商店街のど自慢大会が始まりますよ。喉も鐘も鳴らしていきましょう。楽しみだね、千里ちゃん。ええ、そうね。スタートはいい感じね。元気よく始められて、お客さんに好印象を与えられたと思うわ。演目前にこの商店街のお店情報を一つ聞いてください。見てください、このおしるこ、とっても美味しそうでしょ。粒あんの甘さが寒い冬にぴったりで、お店に出してるケーキとも相性ぴったりなんですよ。ひまりちゃん、お店の紹介を忘れてるわ。このおしるこを出しているお店は田沢コーヒー店さんです。コーヒー店なんですけど、紅茶も美味しくて、なんなら全部美味しいです。毎回全メニュー頼みたいって思っちゃいます。小さなミスはあるけれど、会場の雰囲気がだんだん良くなっていくのがわかる。この調子よ。なんだかバラエティ番組に出たてのあやちゃんを思い出したわ。さて、準備ができたようなので、トップバッターに登場してもらいましょう。闇の底から召喚されし、宇田川亜子水産、よろしくお願いします。真っ白です。シーロー頑張れー、モニカ応援団全力で応援すっから。え、トウコちゃん、それにモニカのみんなも。素敵な歌期待してるよ。倉田さんがこういう場に出るなんて信じられないわね。真っ白ちゃんなら大丈夫、頑張って。恥ずかしいからやめてよ。それでは歌ってもらいましょう。たとえ学校が離れていても、心の中ではいつもそばにいた3人。大会のための練習を重ね、ますます友情が深まった3人。息を合わせて歌います。初々しい三人娘の正月参加。ひまりちゃん、今のは何かしら？まるで演歌の前工場みたいだったけど。ありがとうございました。とっても可愛い3人組でしたね。続いてこちらのコンビです。明けましておめでとうございます。かすみです、よろしくお願いします。キラキラドキドキするような曲歌っちゃうよ。頑張ります。アリさん、いっぱい練習したんだし、そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。いつものライブと一緒だって。全然ちげえから。かすみ、アリさん、頑張れ。大声で叫ぶ。満タンですね。同じクラスで同じバンド、2人はいつも一心伝心、一心同体。年の初めにぴったりなキラキラドキドキ届けます。ポッピンパーティーの2人の鼓動、
聞いてください。またなんだか昔の歌番組みたいだわ。ひまりちゃんが参考にした動画って。素敵なデュエットありがとうございました。ずっと聴いていたいくらいでした。おや、ここで特別ゲストが来てくれました。みんな大好きミッシェルとマリー。遊びに来たよ。よろしくね。ミッシェルさん、マリーさんもいる。怖くすぎるよ。とっても楽しそうね。ミッシェル、マリー、私も一緒に歌ってもいいかしら。ココロ、急なアクシデントにどう対応するのかしら。ここが司会の腕の見せ所よ。ひまりちゃん頑張って。そうだ、みんなで仲良く歌えばきっと楽しいよね。よーし、私も歌っちゃおうかな。それではミュージックスタート。急な飛び込みゲストにはびっくりしましたが、みんなで歌うのは楽しい。一緒に歌ってくれた会場の皆さん、ありがとうございました。ミッシェルとマリーに助けられた感はあったけど、なんとかこなせたわね。どんどん行きましょう。あ、次は、子猫ちゃんたち、明けましておめでとう。こっからは私たちが盛り上げていくぜ。リミリン大丈夫？顔が真っ赤だよ。子猫ちゃんたちの期待に応えられるような歌をお披露目するとしようか。声援ありがとな。めちゃくちゃ練習した成果さっぱり見てくれよ。カオル先輩もトモエもすっごく素敵。ひまりちゃんまでうっとりしてどうするの？進行しないと持ち時間内に収まらないわ。ひまりの曲紹介、商店街のお年寄りたちにもすっごい受けてるぞ。私たちの紹介もよろしく頼むな。あ、そうだった。それじゃあ、ある時は学園の王子様、またある時は頼れるギター&ドラム、一度目にすれば目が離せない魅惑のデュエット、あなたに捧げる儚く熱い思い、歌っていただきましょう。萌えちゃんの言う通り、ひまりちゃんの曲紹介のたびに会場が盛り上がっているわ。まるで我が家でくつろいでいるような空気感というのかしら。私の司会だときっとこういう雰囲気にはならないわね。さあ、続きましてこの人の登場です。なんとなんと、門下生の皆さんと一緒に華道の御嶽流の家元、蘭のお父さんの登場です。緊張してらっしゃいますか？大丈夫です、リラックスですよ。
敵なステージを見てもらいましょう。自分も大会前はガチガチになってたのに、今では自分が緊張をほぐす側に回ってるわね。視界を楽しんでいるのが伝わってくるわ。結局引き止められなかった。そんなこと言って、意外と応援したい気持ちあると見たよ。はあ、何言ってんの、そんなわけないじゃん。ふっふっふ、モカちゃんの目はごまかせませんよ。娘さんの応援を受け、今日はステージで咲き誇ります。ボタンのようにどっしりと、コチョウランのように華やかに、門下生の皆さんと力強くあでやかに歌い上げていただきましょう。父親の愛、伝わったでしょうか。これなら娘さんも悪くないって言ってくれること間違いなしのパフォーマンスでしたね。ひまり、全然似てないから。ランちゃんのお父さん、すごかったね。門下生の方たちの稼働パフォーマンスもすごかったわ。それでは、いよいよ最後の出場者になりました。最後は、アイドルを愛してやまない夢見る女の子の登場です。パスパレの誰が好きなのかな。かわいいね。わあ、素敵な夢を教えてくれてありがとう。今日は一生懸命歌ってくださいね。小さな体に大きな夢を。今日も彼女のパスパレ愛が止まらない。いつかアイドルになる少女の初ステージを見逃さないで。手拍子の準備はいいですか？それでは聞いてください。千里ちゃん、どこ行くの？ちょっとね。里さん、よろしくお願いします。ええ、わかったわ。ひまりちゃん、お疲れ様。無事に大会が終わってよかったわ。なんとかやりきりました。みんなが盛り上がってくれてよかったです。里さん、ステージに立ってくれてありがとうございました。普段なら絶対にしないのだけれど、ひまりちゃんのために特別よ。あの、それなんですけど、実は一つお願いがあって。お願い？こんなことを千里さんにお願いしていいのかわからないんですけど。出場者の中でアイドルに憧れてる女の子がいるんです。その子は毎日パスパレの曲で歌や踊りの練習をしていて、私にも見せてくれましたが、とっても上手でした。夢は千里さんのようなアイドルになることって、目をキラキラさせながら教えてくれて、彼女の夢への手助けをしたいなって思ったんです。どうか一緒にステージに立ってあげてもらえませんか？お願いします。前にひまりちゃんにまとめた司会のコツ覚えてる？
え？はい、覚えてます。出演者に事前の取材をしておく、いろいろな場合を想定してシミュレーションしておく、自分一人で頑張りすぎないですよね。ならひまりちゃん一人に頑張らせちゃいけないわね。え？っていうことは、ただ最初から私が出てしまったらその子のステージではなくなってしまうでしょ。だから途中から一緒にステージに立つのはどうかしら。佐藤さん、ありがとうございます。夢のお手伝い、私にもさせてもらえるかしら。はい、ぜひよろしくお願いします。柄にもないこと言っちゃうなんて誰かさんの影響かもしれないわね。女の子もとっても喜んでくれてました。絶対アイドルになるって言ってましたね。将来一緒のステージに立てること期待しているわ。そしたら私、二人が初めて共演したのど自慢大会のステージで司会したんだって自慢しちゃいますね。あー、本当に今日は楽しかったな。私、千里さんのようなできる司会になれてました？私のようにというのはわからないけれど、とっても素敵な司会だったわ。ちょっと見ていてハラハラさせられたけど。どの辺がハラハラしたんですか？ひまり、白崎さん、お疲れ様。運営からの差し入れ持ってきたよ。ありがたく受け取りたまえ。モカが買ってきたわけじゃないでしょ。二人ともお疲れ様でした。みんなありがとう。少ししかステージに出てないのに、私もいただいていいのかしら。ぜひぜひ。千里さんが出てさらに大会が盛り上がったって、運営のおばちゃんがとっても喜んでましたよ。ひーちゃん見て見て、司会の勇姿バッチリ収めたよ。写真撮ってくれてたの？嬉しい。ありがとう、モカ。どれどれ？って、これ全部変な顔してるじゃん。半目だし。もう、やだ。でも、ひーちゃんずっと笑顔だったよ。半目じゃ SNS にもアップできないって。もう、モカちゃん、ちゃんと撮ったのも見せてあげて。ひまりちゃん、愛されてるのね。そうですか？ひまり、今日の司会、悪くなかったよ。ああ、やっぱさすが、私たちのリーダーだな。運営のみんなからも大好評だったよ。来年も頼みたいかもって。ひまりちゃんが楽しんで進行している姿から、お客さんにも楽しいって気持ちが伝わってたわ。あんなに素敵な司会、私には真似できないもの。ひまりちゃん？私、そんなに褒められると思わなくて。私？みんなありがとう。はい、それでは本日のお正月のど自慢大会はここまで。次回もまたお楽しみに。